続いてはこの方です。出たドラマ白い春よりもごもごと喋る阿部寛に対し聞き取れない部分をハキハキと翻訳する遠藤憲一。おい、宇佐治ちゃん勉強してんのは勉強あいさんが笑いらしい家計算あのテストで点数が低かったよ。お前なんと言いづらかったんだ。学校のテストで点数が低かったけどお前があんな態度するから言いづらかったってか。うわいいですね、いいですね。藤岡さん好きだって言ってたね。大好きですね、もう先輩ですけど、はい、やっぱ似てるなって思います。似てますよね。遠藤憲一さんもそうですけど阿部寛さんも似てたよ。似てる、似てらっしゃいますか。初出場だね。ああ。